今回はチョッパー、伝説級の悪魔の実を食べていたことが判明したことに対する読者の反応集をご紹介します。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではどうぞ。黒ひげに狙われていた模様。やばい。震えてきた。ドラム王国、解放のドラム。うおーおー。完璧で草。おだっちすげー。どんとっとっと。これ何の音かわかる？心臓の鼓動、つまりドラム。チョッピーが暮らしてたのはドラム王国。はい、伏線ね。やばいなこれ。人々の実モデルその辺のおっさんじゃなかったの？マジレスすると人々の実幻獣種、モデル雪男説は相当前からあったで。雪男ならゾーン系やんか。マジでそれで丸人目のタイトルエピソードやりそう。もうちょっと説明してくれんと意味がわからん。神が二人いる海賊団か。けど割とガチでなんかありそうだよな。ドラム王国ってよくわからんネーミングだし、なんでドラムなの？そもそもなんで人々暴走で怪物になるんだって話だしな。人要素もトナカイ要素もねえ。モデル巨人族の英雄とかかな。聞かないねえ、ブーンだから。ドントットット音符ドントットット。凶暴化してた時がモデルやろ。つまり人々の実モデルパワー系や。なんで黒ひげがわざわざドラム王国を襲撃したのか謎やったけど、ニカを探すために人々の実の噂を、頼りに来たんじゃないかって考えると納得いくんだよな。ゴムゴムの能力者の手配書で回ってるのに？黒ひげ途中までルフィのこと知らんかったやん。後から知って追っかけてきた。食わずに海軍に渡そうとしててくさ。全部計算してたってこと？マジでおだっちの脳みそどうなってんだよ、震えてくるわ。イーストブルー編あたりの単行本の開いてすぐのあらすじも、シャンクスが奪った悪魔の実を食べる。って書いてあるんだよな。ゴムゴムの実を食べるとはあらすじに書いてない。おだっちすげー。非常食ちゃうん。モデル H。覚醒もどきがこれか？あいつがここまでのサイズになるんだから、すごいやろ。ワンピアシアホみたいな能力でもええかって、なるのもはや叙述トリックやろ。帽子も大きくなってるんだよな。ここからさらに進化してビッグマムと、捨て頃できるくらい強くすればええんや。これとか解放の戦士とか、もろに進撃の影響受けまくりやな。帽子も大きくなってるのは確かに気になる。二課系の概念干渉能力じゃないと無理だよな。トラミシアやロギアなら身にまとった服なんかも、能力効果の影響受けるから意外とゾーンじゃないかもね。チョッパーを食べれば覚醒するよなこれ。それが目的か。モデル巨神兵や。おタッチすげえ。もうこれおタッチが人々の実食べてるやろ。結局ワンピースって過去の発言読み返して、それ引っ張ってきて伏線にしてるだけでしょ。ルフィにランブルボール食わせてみたい。だんだん見た目が女子受けするようになるみ。本当に人々の実はいらないのか？ウソップもなんか血筋ありそうじゃね？こいつだけ何もないやん。ヤソップの息子やん十分やろ。ウソップって絶対普通の人間じゃないよな。ルナーリア族やね。イム様が見てた巨大麦わら帽子から考えるに、800年前の仙台ジョイボーイが巨人族だとすると、その仙台ジョイボーイが悪魔の実になったのが、チョッパーが食った実で人々の実モデル巨人族。っていう設定を今考えた。ビッグマムがあそこまで望んでたのに実現できなかった。人間の巨大化を唯一チョッパーって実現できてるんよな。これが結構鍵だと思う。よかったチョッパーはただのマスコットやなくて、ちゃんとこれから出番あるんやねお前ら嬉しい？チョッパーのヤバさはランブルボールやろ。あれで能力いじれたら最強能力者集団作れる。カイドウとチョッパーが組んだら世界征服間違いなしや。人の力を得たトナカイというには、あまりに異様すぎる。巨人族だろこれ。石まで受け継がれたら、まんま進撃やな。黒ひげが闇闇を食ったことでゴムゴムの実がちゃんと、人々の実モデル二課として認知されてた頃の、記憶や人格に影響されてる説。モデル大仏って幻獣種なん？せやで。あの世界で唯一悪魔の実の波長を、解析してる化け物やぞ。医者じゃなくて科学者の方が優秀そう。ニカのせいでどんな突飛な説も、ないとは言い切れなくなってしまった。これな、もう後付けでどんな設定変更出てきてもおかしくない。ルフィもチョッパーも恩人から、帽子引き継いでるんだよな。船はもうローでええやろ。役立たずの狸は、和の国に置いていくか海に投げ捨てろや。氷鬼のワクチン作ったから。昔の単語一つで伏線にしたから、もう無理やろ。ゾーンの3段階変身って、全員持ってるん？そらそうよ。ルフィも変身残ってそうやな。ラスボスまでまだ強化要素残しとるやろうし。チョッパーってガチで人々の実モデル月の民やろ。月読みって言葉あるやろ。月はつく、数字の1、10まであるんやないかって、説にも一致するやろ。そこから飛躍するが、頼みの読み、花、ゴムももしかししたら全部人々の実でモデルあるやつなんやないか？ゴムはすでに出とるから同じようにって意味や。人々の実モデルって、食った人が動物になるん？
動物が人になるん？モデル大仏もなんじゃそやって感じだったけど、モデル2かで何でもありになった。もう考察なんて無駄だぜ。パラミシアとかゾーンも結局人間が、勝手に決めただけで全部何らかの神の能力かもしれんのやろ？パラミシアとかゾーンも結局人間が勝手に決めただけで、全部何らかの神の能力かもしれんのやろ？ワニ野郎、ゾーンの覚醒は異常なタフさと回復力から、伏線回収やね。鼻青かったり元々からなんな怪しいんか。トニートニーもなんか意味あるんやろな。なんかコピペであったよな。人の身を奪われて元のトナカイに戻って野生に帰るチョッパー。麦わらの一味デルフィ以外の悪魔の身の能力者って、特別感あって好きやったわチョッパー。人の身厳重ためって、人ではないやん。ちなみにギリシャ神話に出てくる異形の神って呼ばれる。アスクレピオスは生まれてから捨てられて、怪物ケンタウロス一族多分男に拾われ、医術と薬術を習って、さらに女神アテネからは死者を蘇生させる力を持つ、メブサの血をもらって名医になったらしい。その後その能力を恐れたゼウスに雷で殺されたらしい。これケンタウロス一族がだー。ヒュールクで女神アテネがドクター。クレハじゃね？クレハチみたいな赤ワイン飲んでそうなイメージあるし、無理やりすぎ。ベガパンクが作った人造悪魔の実の可能性。桃之助が食べた悪魔の実はカイドウの血統因子を抽出して作られた実。それをロジャーにもやったなら、作られててもおかしくない。ひょっとしてチョッパーは全ての人種に変化できるんじゃない？ガツの民だったり、巨人だったり、ルナーリアにもそのうちなれるのかも。チョッパーの暴走が進撃の影響は時系列がバガバすぎるやろ。チョッパーが初めて暴走した頃、進撃は始まってすらおらんぞ。クロコダイルは実は覚醒の効果がタフさと回復力とは言ってない。極卒が覚醒した能力者、タフさと回復力が売りと言っただけで、覚醒してるからタフさと回復力があるという発言はしてない。これ普通の人じゃないだろ。厳重種だろこれ。巨人族タイタンか？青っ花は治らない。これ伏線な。どうせ麦わら一味は全員神話級のみ、食べてましたオチやろ。チョッパーはランブルボールがあるからなんとも言えん。普通の人間型がエーテならそうなのかもしれん。ワンピースの世界は人の体してない。奇形人間いっぱい出てくるし、これなら人の範疇やぞ。人の割に人要素が薄すぎる。人がゾーン食ったのとえらい違いや。お返し言って、そもそもワンピースの世界全部おかしいじゃん。全部おかしいのをそういう世界観だからで納得してたのに、急に作者の方が、ゴムの性質じゃこんな挙動おかしいとか言い出したから。見て感触線と能力身につかないんかな。半分だけとか一口だけとか食ったらどうなるんや。一口食った時点で悪魔の実の能力は食ったやつのものになる。残りの実はただのまずい実になる。これ、サボでけえな。黒ひげの食ったのは闇ではなく人の身厳重種、暗黒神なんちゃらの身でそいつは体を闇に変えることのできるついでに心臓が10個ある人間だった。それはすでに言われてる。とりあえず、チョッパーかわいい。